はいどうもこんばんは、娯楽一家のあちです。はい、ではバイオハザード0、PS4 版、HD リマスター、続きやっていきたいと思います。さて、どこに行けばいいかな。とりあえず、レベッカとはぐれたんで、レベッカとはまた、合流しなくてはいけません。ここ。ハーブとグリーンハーブ、車掌のカーボン取ってどうすんの。あ、間違えた。車掌のカバンに何か入ってるのかな？調べる。あ、これをなんか開ける必要があるのか。ああ、でもなんかアイテム取れないな。その前に組み合わせて。運転室で買うときは、例のカバンに入れて保管してある。そう、私ともう一人が持っている鍵がないと広がない。今は今しい、あれだ。だが困ったことに私はその鍵をどこに落としてしまったらしい。普通の鍵であればすぐに誰かが、届けてくれそうだ。あれは物が物だけに不安で仕方ない。私も探すが先、もし先に見つけたら相棒にでも渡しておいてくれ。よろしく頼む。はい、社長より。ってことは、このまま、スイッチを押す。おお、ほいほいほい。これはマップかな？あ、これで全部見れるってことか。さて、降りてきたけど、あんまり。お、あれ？外に出るわけではないんだな。グラスやボトルが散りばめられて、本日おすすめ、エビのカルパッチョ地中海風ローストチキン。うん、ちゃんとね、肉と魚分けてるのはね、ポイント高いですね。これ降ってくる感じかな。すまない方がいいのかな。その前に下やった方がいいのかな。いや、だって明らかに広いもん、ここ。絶対戦うでしょう。いや、絶対戻ってきた時とかに戦うよ。ああ、もう、うにうに言ってるし。ああ。卵まみれか。ああ。おっと、シェービングクリーム。あ、スプレー、アイテム持てません。どうしよう。ああ、間違えた。ビリーには扱えないんだよね。もう使っちゃうしかないか。使っちゃおう。使う必要はないって言われちゃった。まあいいや。取りましょう。で、ハンドガンの弾だよね。うん。どうしよう、バイオみたいに。お、え？またそういうの？
あ、間違えた。失礼しました。どうすれと。ナイフいらないよ、じゃあ。とりあえずちょっとインクリボン欲しい。ああ、これなんとか。ていうか、すごい親切設計な気がする。多分、戻ってやるときに、ああ、間違えた。戻ってやるときになんか全然戦えちゃいそうな気がするから、どうすればいいんだろう。これか、これショットガンの弾かな。まあ、多分うまいことやりくりして進めてってください的な感じなのかな。いやー、絶対ここを戻るときにいる気がすんだけど。あれ？なんか、あ。いない、あれ？おう。なんだなんだ。優しいじゃん。で、そうだ、インクリボン持ってきたんで、セーブしましょう。はい、セーブしましたんで続きやっていきます。車掌のカバン、ここ置いとっていいんじゃないのかな。特に、ね、これでショットガン出るから、ショそうだね、ショットガン持ってるから、これショットガン持ってきた方がいいんじゃない。もう一個何か物を置いて、でもインクリボンも置いてこう。それでショットガンとショットガンの弾を持ってきておきましょう。2回目来ると出てくるとかではないね。 OKOK。 これなんか光ってんな。お、アイスピック、これ持っていって、あれ、これ多分尖ったものって言ってたから、あ、これをレベッカに渡して、ほう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 、そうすると合流できるかな。まずショットガン、あとはショットショットガンの弾を、そこないショットガン弾はどうなった。ショットガン両、まあ両銃か、2発しかない、2発で十分なのかな。どうしよう。
まあ、覚えといて、ここにいざとなったらショットガン弾取りに戻りますか。では、アイスピックをとりあえずレベッカに渡して、合流できるのかな、これで。まあ、合流しましょう。あ、なんかお、なんでサソリ？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もう待って、よいしょ、もう一発。あ、待って、これでもう弾ないでしょ。ハンドガンにして、よいしょ。お、いや、いけるいけるいける。お、弾ないのかよ。お、死んだ。あ、やばいやばいやばい、絶対やばい、危ない危ない。ハナはね、いけるのかな。あっ、おお、めっちゃ吹っ飛んだじゃん。そっか、ガードしてる時に、あ、分かってきた。弾持つのか、これってか。あ、え、死んだよね。シュ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 。危ない、ほとんど弾ね。ああ、なんとか倒せましたね。ちょっと一旦戻ったらまた復活するとかないよね。ないよね。じゃあ、レッドハーブ使っちゃいまー、あ、使えないのか。レッドか。どうしよう。先に、弾取って。あ、7発。でもこの辺じゃハンドガンの弾持ち歩けないんだよな。どうしよう。まあ、いっか。しょうがない。とりあえずレベッカと合流すると、アイテムのやりくりができるんで。お、あれ、あ、違う、なんか落ちてる。あ、これあれだ、下ろすやつじゃないかな。オッケーオッケーオッケー。どうしよう。その前に一旦レベッカと合流した方がいい気がするんだよな。合流するのに使うから、どうしよう。いや、使っちゃえ。
ロックマンもね、E 缶使うときに悩んでたらね。あとあと、ああ、でも E 缶残しとくって言うよな。まあ、いっか。いや、今の使ったのはなんか失敗した気がすんな。まあ、とりあえず、まず、レベッカと合流しましょう。まずは合流ですね。こっちじゃないな。え、こっちだったっけ？なんか、これキッチンに持って行って、あ、やばい、キッチンのところどこか忘れちゃったな。よし、あ、どうも。いや、2階かな。2階のところにある。まずいぞ。あ、でも、なんか。どこだっけ？近く。これとかしか、あ、お、おろすとかそういうわけではないのか。じゃあ、あ、よし。うまい。うまい。ナイス。お、上達が見えてきたかな。で、あ、そうだそうだ、ここだ。よし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 。で、アイスピックでいいのかな？じゃあアイスピック置いて、アイスピック。これでそのまま、これで使うってやるのかな。よし。おお、ファイヤーゾンビ。一緒に行動が？これで共同操作。よし、これであとは弾をこれ。これでやりくりできるな。交換、パネルオープン。これはどこで使うのかな。ちょっと見てなかったな、いまいち。おお、これだ。
床下に降りる。床下行くの。もうこっち行けないんだもんね。床下行きますか。あ、そっか。床下を通って隣に行くのか。いや、戻ります。いや、どうよ。お。すごいじゃん。心強さが全然違う。ポリタンク、なんかいろいろ取るもんがあるな。ちょっとその前にやりくりしましょうか。ショットガン、まずと、ゴルガン、全部あげるよ。ハンドガン弾結構使うのかな、一応。ゴルガン、半分こしよこれだ。これが、あれ？あ、忘れてきてる。まあ、取りに行けばいいかな。こっちは？まあ、いけるってことは、いっちゃって大丈夫ってことですよね。なんかよくわかんないけど、とりあえず。なんだこれ。銃が、銃じゃないのこれ。レバーを下げる。あ、なるほど。この間にあれだ、交代して俺が拾う。いや、めっちゃアイテム使う。2個必要なんでしょう。どうしようか。待って、とりあえずハンドが弾。あれ、なんだよ。交換のあれが出てこないな。あー、レベッカがいじってるから交換できないのか。ってことかな。まあ、そういうことっぽいな。何に使うんだ、フックショットって、そもそも。まあ、いいや、組み合わせておいて、全部渡しましょう。そして、スロットを開けて。で、こっちなんかついてるけど。ほうほうほう、なんかブレーキあるんだ。あ、最終的にブレーキで止めるのかな？はい、で、レベッカーに変えてフックショット取りましょう。取扱説明書。フックショット特殊編成車両の整備士など、屋根の点検が困難である場合のみ使用が許可されています。使用は必ず元の位置に戻すようにしてください。使用場所について、3両目、1階後部ドア脇の、小窓外にはしごが設置される。ああ、壊れてるってなったところかな。80キロ以上。
よし。80キロ以上、ビリー。ビリー、80キロ以上、ありそうな気がするけど。まあでも、すごいですね、これ。列車の車両内でしかまだいないのに。結構こんだけ、なんですかね、まあ、いろいろギミックがあって、まあ、バイオハザード、ああ、まあ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 。今、エゴする。おお。よし。どうしよう、その前にやっぱ一旦セーブしたいんだよな。これでいくとなんかでも、これでいくと、ああ、連打しすぎた。おお、連打しすぎた。危ない、でも。使っちゃおう。そうなんですよね。なんか銃弾使いすぎる気がするんだよな。あ、ここで多分フックショットかな。いや、弾使わなくていいから。なんかまあ、置いてきちゃったけどいいかな。いや、良くはないかな。はあ、まずは、レベック。レベッカ言ってるけど、レベッカ言ってるけど、え、ビリーを助けなきゃいけない。こっちの方が早いでしょ。結構もしかしてちょっと弾使った？ああ、使ってはいないんだ。よかったよかった。そうしましたら、ここか、忘れたな。まあいいや、なんでもいいか。そして、組み合わせる。で、1個閉じましたね。よし。で、これをもう1個探す感じかな。じゃ、そうしました。あ、今回は無難にセーブできる。じゃ、セーブデータ、上書きして。はい。ではですね、ちょっと、このバイオとかこの手のシリーズだと尺がちょっと一本一本がかなり長くなっちゃいそうなんで、今回、まあ合流して、まあ、よくわかんない鍵の輪っかを一個手に入れたっていうところで、こちらで終了したいと思います。ではまた次回、お会いいたしましょう。娯楽一家なちでした。アデュー。